持ち王の挙兵は、自称4年に、高倉天皇の兄宮である、持ち王とと、源の頼政が打倒、兵士のための挙兵を計画し、諸国の源氏や大事者に放棄を促す領事を発した、事件、計画は、準備不足のために露見して、追悼を受け、持ち王とと頼政は、宇治平等院の戦いで、敗死、早期に鎮圧された。しかし、これを契機に、 諸国の反兵士勢力が兵を挙げ、全国的な動乱である事象。樹影の乱が始まる。持人王の乱、源、頼政の挙兵とも呼ばれる。方言の乱、平治の乱を経て、平良清盛が台頭し、兵士政権が形成された。仁南二年には清盛は、大乗大臣にまで上り詰める。上安元年、清盛は、娘の徳子を、高倉天皇に受大させた。 平氏一門は、治業国支配と、日祖貿易で財を増し、十数名の苦行、天上人三十数名を占めるに至る。平家物語に言う、平家にあらずんば、人に傷の前世紀となった。これには、朝廷内部でも不満を持つ者が多く、過去2年には摂政、松戸の元房と平の盛森との間で、暴力沙汰に発展した紛争が起きている。自称元年には、 獅子方にの陰謀が起き、藤原成地下、平安より、最高、春閣ライン禁止多数が処罰され、後白河法王も事件への関与を疑われた。自称2年11月、中宮徳子は、時人親王を生み、直ちに立退使された。自称3年11月、この家の所領継承問題に橋を発し、ついに清盛は兵を率いて刑へ乱入して、クーデターを断行。 皇后は、賭場殿に遊兵され、関白、元房は解任、入る、院近親39名が開館された。そして、自称4年2月、高倉天皇は上位し、中宮徳子の産んだ、時人親王が即位した。安徳即位直後の3月に一つの事件が発生している。それは、恩城寺の大衆が、延暦寺、幸福寺の大衆に呼びかけて、後白河、 高倉領院を誘拐して、寺院内に囲い込み、朝廷に対して、後白河法皇や全関白、元房の解放、そして平家討伐命令を要求しようとした。石関政治の解体以後、大上官は最高意思決定機関としての機能を喪失し、安徳天皇も3歳であったことから、後白河法皇、高倉上皇のどちらかが、自転の君として、陰性を取る必要があった。 その両院がいなくなれば朝廷は機能停止に陥るが、当時は仏鉢の存在を武士たちからも信じられていた時代であり、寺院の攻撃は一種の禁忌となっていた。このため、苦行たちには要求を認めるしか選択肢はなくなるだろうという計画であった。実際に、幸福寺は同意、親兵士派が多い延暦寺でも、反兵士派の傾向傍鎮喜びの集団が参加の意思を示した。 結婚日を高倉上皇が五島行皇に向かう3月17日と決定したが、前代未聞の計画であったため、幸福寺の使者が蕎麦でに遊兵中の後白河法皇に打ち明けたところ、驚いた後白河法皇が平宗盛にことの次第を告げたために、高倉上皇の出発日が19日に変更されて失敗に終わった。だが、これを機に、 高倉上皇と清盛の間で、後白河法皇の安全を理由に遊兵場所を、賭場殿から、京都市中へ移動させることについて協議された。5月14日の深夜、後白河法皇は、鳥場殿から八条防門からスマ邸に、遷った。引き続き、高倉上皇が陰性を取ることになったものの、遊兵生活から解放されることになった。持人が、温情寺や幸福寺を頼りにした背景には、 この出来事の存在が背景にあったと思われる。持人を蔵見なもとよりまさぞ微妙な立場にあったのが、後白河法王の第三王子、持人を出会った。彼は学芸に優れた祭人だったが、平氏政権の圧力で三十歳近い壮年で、なお新能宣言も受けられずにいた。それでも、莫大な荘園を持つ八条院、古内新能を後ろ盾に、彼女の勇士となって、出家せずに、 皇位へ望みをつないでいた。だが、安徳天皇の即位によってその望みも立たれ、経済基盤である荘園の一部も没収された。源頼政は、源頼光の系譜に連なる摂津原子で、機内金国に基盤を持つ系武士として、大内守護に任じられていた。方言の乱では、勝者の天皇方につき、平治の乱では、守備副門院の意向を組みながら、形成を官房して、 藤原信頼に組みしなかった。摂津源氏の頼政はその後も地味ながら軍事貴族の一員として過ごしていた。兵士全盛の中、源氏の頼政は地味な立場であり続けたが、自称2年に清盛の推挙により、十三味に昇進した。平家物語では、不遇の身を嘆く和歌を読み、それを知った清盛が、頼政を忘れていたと推挙したことになっている。九条金実が日記、玉用に、 第一の陳じなりと記しているように、兵士以外の武士が苦行となるのは異例であった。頼政はこの時七十代半ばを超えた老齢で、念願の三位女位が叶った翌年には出家して、家徳を嫡男の中綱に譲った。持ち人をと頼政が、反兵士を唱えた、挙兵の意思を固めた経緯と同期には、諸説ある。平家物語では、挙兵の同期は、頼政の嫡男。 中綱と平宗盛の馬をめぐる圧力ということになっている。宗盛が中綱の相場、木の下を欲しがった。中綱は断ったが、宗盛は兵士の牽制を傘にしつこく要求し、よりまさに悟されて、中綱はしぶしぶ、木の下を譲った。宗盛はすぐに譲らなかったことが木に入らず、木の下の名を中綱と改めて焼き印を押し、中綱、中綱と呼んで、 引き回したり、無知打ったりした。この屈辱と恥辱が、頼政中津な不死に無本を受け継いさせた。この事件が事実かどうかはともかく、兵士一門の専王と源氏への日頃の警部に対する長年の不満の爆発は理由として挙げられている。他に、頼政ま節源氏は、芝上皇直系のこの江天皇、二条天皇に仕える、大内守護の任にあったことから、別系統の高倉、 安徳天皇の即位に反発したという説もある。平家物語では、頼政が夜半に、不遇の持人王の屋敷を訪れ、無本を持ちかけたことになっているが、当時頼政は77歳という高齢であり、行為への道を立たれて、不満を持っていた、持人王の方から頼政に挙兵を持ちかけたという見方もある。もっとも、頼政と持人王が挙兵以前に関係を有していた。 ことを示す証拠が、同時代の貴族の日記などの資料には存在せず、客色の入る余地がある、平家物語とそこから派生した書物にしか求められないことなどを理由に、初めから防御などはなかったという見方もある。その見方によれば、頼りの離反の原因として、彼の熱い仏教信仰が背景として挙げられ、頼りは、以前にも彼が入るのために護送していた、天台座寿命運を、 遠慮時大衆が奪還しに来た際も抵抗せずに奪われている前例があること、今回もケビーとして持ち人を逃がした加熱がの責任を問われている状況下においてすでに出家していた頼政が持ち人をかくまう御城寺の寺院や僧侶への攻撃を拒絶したために、今度は頼政親子が命令違反で捕らえられる可能性が浮上し、追い詰められた頼政親子がやむなく、 持ち王側について敵対するに至ったとする。自称4年4月9日、源の頼政と図った、持ち王は、最小新郎と称し、諸国の源氏と大事者に、兵士追悼の領事を下した。皇太子どころか新郎ですらなく、王に過ぎない彼の法書形式の命令書は、本来は公教書と呼ばねばならないが、身分を犯して交渉した。原文は、あずまや、 平家物語に収められているが、領事としての形式に不備があり、資料によって文言に異動がある。内容は自らを、人身の乱の天武天皇になぞらえ、行為を騙し取る兵士を売って行為につくべきことを宣言するものであった。平家物語には、挙兵を呼びかける諸国の源氏の名が列挙されている。源の信、つ忠幸綱、山本義経、武田信義、一条。 ただより、安田義貞、伊豆の源の頼朝、道の区の源の義経などの名があるが、当時の重要人物の欠落や錯誤が多く、後世の創作と考えられている。その一方で、持人王は、御城寺退去以後に一通の文章を作成しており、これが領事であった可能性も指摘されている。これは、区間省に持人王が滞在している間に、宮野線が出されたというもので、 平家物語においては5月19日に、源の雪家が伊勢神宮に収めたとされる願文にも、最小神皇の直というものが登場し、4月9日の領事に類似する部分もあるものの、5月15日に、御城寺に逃れた件まで引用されている。つまり、御城寺に逃れた直後に作成されたもので、雪家がこれに基づいて活動しているというものである。戦車が、 源の中綱になっており、作成日時が、頼政らが合流した22日以後になるという矛盾は、あるものの、最小親王の命、一員、第三親王の線という命令書が出されて、王の没後もルフしていたことが、玉葉や赤月期,期にも登場することから、4月9日の領事は、創作としても、温情寺に入った後に、持ち人王の領事と呼ばれるのにふさわしい文書が、作成され、 アズ鏡に先行して成立したとみられる平家物語がそれをモデルとした可能性は考えられる。この領事を伝達する使者には熊野に隠れ住んでいた源の雪家が起用された。雪家は八条院の蔵人で持ち人と近い関係にあった。雪家は領事の日付と同じ4月9日に京を立ち諸国を回った。4月27日には山伏姿の雪家が 伊豆法上館を訪れ、源の頼朝に領事を伝えたという。御城寺幸家は4月から5月にかけて、東国を回ったが、5月初めには計画は露見した。平家物語によると、密告したのは熊野別当不可思蔵である。領事によって、熊野の勢力が2つに割れて騒乱に発展したため、不可思想が平氏に、持ち人を飲む本を中心したのである。5月15日、平氏は、 持ちひを親戚降下させ、源もひひかりと改めた上で、土佐国への配流を決定した。ケビンシベ島、ト平野時忠は、三百余期を率いて、持ち王の三条高倉邸に向かった。この中に頼政の次男、金綱が加わっていたことから、兵士は、頼政の関与は察知していなかったようである。中綱から知らせを受けた、持ちひは、女装して、屋敷を脱出。御所では、 長谷部神殿がけびいと戦って、時間を稼ぎ、持ちひとうは、恩ん寺へ逃れた。16日、兵士は、恩ん寺に、持ちひとうの引き渡しを求めたが、恩ん寺大衆はこれを拒否した。持ちひとうは、幸福寺と遠暦寺にも協力を呼びかけた。大事者が相手では兵士も、容易には、手が出せず、数日が過ぎた。21日、平らより森、のり森、常森、とも森、 重平、これ森、助森、清常、そして源の頼政を対象とする、恩城寺攻撃の編成が定められた。この時点でもまだ頼政の関与は露見していなかったので、ある。その夜、頼政は辞邸を焼き、五十余計を率いて、恩城寺に入り、持人王と合流した。橋合戦、頼政自身の地と伝えられている、平等院境内、扇の芝二十三日、 御情寺で衆議が行われ、六原陽稚が提案されたが、兵士に心を寄せる者が議論を長引かせ、陽稚は立ち消えとなった。この間に兵士は調略を行い、延暦寺大衆を切り崩した。御情寺も危険になったため、25日夜、頼政と持人王は戦余計を率いて、御情寺を脱出し、なんと幸福寺へ向かった。平家物語では、とももり、 重平を大将とする兵士は2万8千機でこれを追ったとするが、この数は誇張で、玉洋によれば、26日に、兵士家人の藤原慶高、道道達那が、先発隊として300機を率いて出動し、平等院で、頼政、持さ、も人王に追いついて、南宮湖入りを阻んでいる。追って、大将軍として、平重平、平これ森が宇治へ派遣された。 なんとに、防御の間を与えず直進しようと言い募る重平これ森に対し、同行した、これ森の乳父、藤原忠清は、若い人は、軍人の司祭を知らずと痛めて静止している。よりまさの兵は、わずか50機であったという。夜間の行軍に疲れた、持人をは、幾度も落馬し、やむなく宇治橋の橋板を外して、宇治平等院で休息を取ることになった。十六日。 宇治川を挟んで両軍は退治した。平家物語のこの場面は、橋合戦と呼ばれる。頼政の軍は、宇治橋の橋板を落として待ち構え、川を挟んでの野戦となった。平家物語には、頼政法方のご地員田島や城名、秋秀、一来帽子といった、強力の僧兵たちの奮戦が描かれ、攻めあぐねた、兵士の権人、藤原忠清は、とももりに、 河内郎への迂回を進言した。下野国の武士、足利都綱、な、忠綱富士はこれに反対し、騎馬武者の馬い方で堤防を作れば、とかは、可能と主張した。十七歳の忠綱が、宇治川の急流に馬を乗り入れると、坂道武者三百余気がこれに続いたという、とかを許したため、頼政は、宇治橋を捨てて平等院まで退き、持ち人を逃そうと防戦した。頼政方は、 次第に人数が減り、金綱は撃たれ、中綱は重傷を追い違いした。頼政は、もはやこれまでと念仏を唱え、渡辺章の解釈で腹を切った。中綱の着難、曹綱、頼政の養子、中家、その子中光らも、相次いで、戦死や自害を遂げた。玉葉によれば、先発隊に合流した、兵士軍の藤原慶高の部隊が橋桁を伝って、攻撃を仕掛け、 藤原忠清の部隊が川の浅瀬から馬を乗り入れて、藤川を渡った。平等院で、頼政軍と戦闘となり、源氏法は、少数の兵で死を顧りず奮戦し、特に頼政の養子、加熱なの戦いぶりは、あたかも、八万太郎義家のようであったという。持ち人王は三十機に守られて、かろうじて平等院から脱出したが、藤原慶高の軍勢に追いつかれ、 山城国佐原軍光明サントリーの前で敵の矢に当たって落馬したところを討ち取られた。27日、隠語書議帝が開かれ、無本を起こした、恩城寺、幸福寺に対する措置が議論された。議帝の始まる前に、宗盛、時忠、藤原隆末、藤原国綱が集まり、高倉上皇の御前で内儀を行っている。議定において、源の道地下、 高末は、恩城寺は、首都が退散したので、長本人を捕らえるだけでよい。しかし、幸福寺は無本に同意した罪は、軽くない。速やかに官軍を派遣して攻撃し、末寺、荘園を没収するべきであると主張した。その他の区業は、長本人を差し出すように要求して、拒否されてから官軍を派遣するべきだと慎重論を、唱え、右大臣、金座根左大臣、 教衆もこれに同意した。教衆が左小便、藤原幸隆を呼んで、高倉上皇に、議定の意見を騒問しようとしたところ、高末は、皇福寺別当、県別当が首都を制止できないと言い切っているのに、どうして、死者を派遣する必要があるのか。どの道を通って、誰に勝達するつもりなのかと抗弁した。金金が、一州を摩滅して、何の益があるのかと反論したため、 高末は不快の色を見せた。その後、宗門から戻ってきた雪隆が、持人を中罰の情報を伝えたため、幸福自即時追討論は退りけられた。金真は、高末、道下の申し状を、天文の沿いを指し、長家の巨害を知らずと激しく非難している。その後しばらくの間、持人王の生存説が噂され、また、それが、反平死運動に利用された。 恩城寺と幸福寺は再び兵士への反抗の動きを見せ、その結果12月11日に同等などの宗教的要素の濃い部分には手を触れないことを条件として、日本史上最初の仏教寺院への本格的武力行使となる恩城寺攻撃が行われた。兵士を中心とした官軍は攻撃に慎重を期し、近藤に火が燃え移った際には戦闘を中断して沈下に努めたという。 だが、12月28日に、平重しらの兵によって、降伏したなんとの寺院が焼き討ちにあっている。持人ひと頼政の挙兵は短期間で失敗したが、その影響は大きく、持人王の領事を報じた、源頼朝や源義仲、海、源氏、大見源氏などが各地で放棄し、自称、樹衛の乱の幕を開けることになる。八条院の御所にいた、持ちひの子供たちは、 平頼盛が連行して出家させた。そのうちの一人が北陸に逃れて、源の義仲に助けられる。義仲はその御子を北陸宮と名付けて、上落寺に、これを押し立てて兵士と共に清掃した安徳天皇に代わって行為につけようと格索するが、かつて、持ち人王が勝手に親王を称して、領事を発行したことを不快に思っていた、後白河法王によって退けられたという。 持ち王の死後も頼朝ともは、自らの関東支配の大義名分として、持ち王の領事を掲げ、受英改元後も自称年号の文書を発給している。しかし、受英2年、後白川法王から、受英2年10月戦時によって、実質上の関東支配が公認されると、持ち王、領事は、効力を失い、頼朝ともも英年号を使用するようになる。ありがとうございます。